蘇我梶松蘇我梶松3月24日から1968年7月20日は日本の内務官僚、感染県知事、愛媛県出身、蘇我康太郎の4、男として生まれる。愛媛市範学校、東京高等市範学校を経て、1923年、京都帝国大学経済学部ドイツ経済科を卒業。百二十二年十一月、 高等試験行政科試験に合格。1923年、内務省に入り、愛知県属となり内務部地方課研産業部のおむかに、配属された。以後、愛知県保育軍長、道地田郡長、愛知県事務官、京都府事務官、香川県職機関、経済部長、内務省社会局経理課長、同局組合課長、厚生省保健院社会保健局所務課長、 同体力局企画課長、軍事保護院援護局長などを歴任。1942年10月、三重県知事に就任。宮城県参事官県東北地方、行政協議解散時間を経て、1944年2月、農商省生活物資局長に転じた。同年8月、熊本県知事に就任。戦後、1945年10月、 福岡県知事に転じ、九州地方行政事務局長官を兼務した。1946年1月に福岡県知事を自主退官した。その後、公職追放となった。1966年、全国社会保険協会連合会理事長に就任した。1968年7月20日死去。去年72。ありがとうございます。